こんにちは、ドンテルミー笑いです。今日は木村屋のパンシューロール行ってみようかと思います。何を隠そう、今日菓子パン4つ目でございます。さすがにカロリー満載だと思います。今回は375キロカロリーなんで、今日の菓子パン軽くですね1400キロカロリーを超えております。大丈夫なんでしょうか。しかしこの菓子パン以外は私何も食べていません。ですんでね、ちょっとバランスは悪いんですけども、カロリーはギリギリ OK かなと思います。さあ、木村屋のパンシューロール早速行ってみたいと思います。このシューロールね、甘さがなんかね、私好みで楽しみだなと思ってるんですよね。さあ、いただきますね。うわ、なんか香りとともにやっぱり美味しそうですね。ここにシュークリームみたいな出だちになっております。いただきます。うん、さすが木村屋のパン、うん、美味しい。木村屋のパンっていうのはね、私ね、幼い頃工場見学に行った覚えがあるんですよ。で、工場見学に行ったらパンを1個とコーヒー牛乳1個もらえて、それを持って帰ったらね、当時私の父がね、家にいて夜勤明けかなんかでね、で、そのパンとコーヒー牛乳を2人で分け合ったというね、思い出がありますね。だから木村屋のパンにちょっとね、妙な愛着があるんですよ。うん、今ではね、木村屋さんの木村屋のパンもそっちこっちで見なくなって、私ね、福山から笠岡駅前まで買いに行ってますよ。と、待てよ、福山駅前にも木村屋のパンあったな。まあでもうちからはね、笠岡駅の方が近いですからね。おいしい。うん、クリームがヒットしました。今クリームはね、隅から隅まで入ってるわけじゃなくて、真ん中の方にギュッと入ってるんで、一噛みしてクリームに当たらず、二噛みしてクリームに当たり、その芳醇な舌触りと口の中に広がる甘み、そして懐かしさ、ほろ苦いなということで、今日は木村屋さんのパンでシューロールいただきました。ありがとうございます。